ひろこといえば、まぐさき、まぐさきといえば、なつみかん。どうも、なつみかんです。はい、ということで、今日は、なつみかん、頑張る日です。頑張りまーす。縄跳び、1000回跳べるかな？チャレンジー！縄跳びを1000回跳ぶチャレンジをしたいと思います。幼稚園の頃に、なつみかん、唯一できなかったのが縄跳び。学校の授業の時も縄跳びの授業があってもそれが嫌で休んだ時もあったぐらい縄跳びがなつみかんほんま苦手で大嫌いやねん。でもなつみかんは今年は頑張るって決めた年にしたから今回は縄跳びを1000回跳ぶまで終われまてんをしたいと思います。ほんまにちゃんと跳んでるかなっていうのをみんなに見てほしいから TikTok ライブをしながらみんなにも見て応援してもらいながら1000回跳ぶチャレンジをしたいと思います。いつも応援してくれてるみんなに頑張ってる姿やったりとかかっこいい姿とか勇気を届けたいなと思うからまあそこがどうなるかやな。自分の気持ちに負けちゃうのかそれともみんなの応援で頑張れるのかもう全然想像ができへんからめちゃくちゃドキドキするんですけど頑張りたいと思うのでみんなぜひ応援してください。それではレッツラーミカーぴょん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 。大阪事務所に着きました。じゃーん、めっちゃ広いで。こんな感じで準備してくれました。 TikTok をここで放送するから夏美の目線はこんな感じ。こうやってここでジャンプして飛ぶからみんなの応援を見ながら頑張りたいと思います。それではあと3分で始まるのでみんな応援よろしくお願いします。バイバーイ。夏みかん、縄跳びを1000回跳ぶまで終わってしまったいと思います。お気持ちを伝えてほしい。1000回ね、1000回。じゃあ、行くか、早速レッツラーみかん。いきましょう。せーので、脇を締めた方がやりやすいよ。やって、はい、ちょっと待って、やめた、無理、待って、やばい、ちょっとこれで締めて、はい、もうやばい、もうしんどい、やめた、ああ、口に息しないで、ちょっと待って、何、鼻息、鼻息、400いった。やった、やった、うん、やばい、ああ、成功したら明日ファンレター出すねって。よっしゃ、頑張れ、みんなありがとう。お、600。やばい、もうすぐだよ、頑張れって。なっちゃんが頑張ってる姿泣きそうって。あと何回？あと50。あと50。
たくさん応援してくれて本当にありがとうございます。
で、夏美がなんで今回な、最初は1000回のつもりやったんやけど、2000回か。2000回飛ぼうと思ったかというと、直接さ、みんなの学校とか、どっかイベントとかで、ありがとうって伝えに行けたらいいんやけど、今の時期やからこそ、そのコロナとかいろんなことがあるから、なかなか会いに行くこともできないからこそ、何ができるかなと思った時に、夏美が頑張ることで、みんなに元気やったり、勇気やったり、みんなも見てて苦手なこととか挑戦しようと思って立ち止まってる人が夏美を見て、なんか一歩前に進んでもらえたらいいなって思ったっていうのも一つあるし、今回すっごい嫌やし苦手やし逃げてた縄跳びを挑戦させてもらいました。いつもたくさん応援してくれて本当にありがとうございます。みんなのこと大好きです。本当にみんないつもたくさん夏美さんのこと応援してくれてありがとうございます。おふん、今回はみんなが応援してくれたから無事達成することができたので、まだ来月何に挑戦するかわかんないんですけど、何から挑戦したいと思うので、その時もよろしくお願いします。じゃあねみんな、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。ありがとう。はい、ということで今TikTok ライブが終了しました。もう何回も心が折れそうになって、何回も諦めそうになったんやけど、ほんまみんなのコメントとか応援のおかげで諦めんと頑張ろうと思えたし、1000回はクリアできたんやけど、途中でもっともっと大きくなりたいなと思ったし、強くなりたいなと思ったので、もう1000回飛ぼうと思って飛んだんやけど、それでもやっぱ最後までみんなが応援してくれたので、無事2000回飛ぶことができました。夏美一人じゃ頑張ることができひんけど、こうやってみんなが応援してくれるからもっと頑張りたいと思ったり、いろんなことに挑戦したいって思います。じゃあ YouTube を見てくれてる皆さんも、そして TikTok ライブを見て応援してくれた皆さんも、本当にいつもいつもたくさん夏美さんのこと応援してくれてありがとう。これからももっともっと頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。無事縄跳び2000回達成することができました。これからもいろんなことに挑戦して頑張ろうと思います。